EF-111 レーブン EF-111AEF-111A はアメリカ空軍が運用していた電子戦機である。愛称はレーブン。非公式な愛称としてスパークバークやエレクトリックフォックスがある。F-111 エアードバーク戦闘爆撃機の改造型であり、1977年3月10日に初飛行した。 1960年代 -1970 年代にかけてアメリカ空軍は EB-66 デストロイヤーを電子戦機として運用しておりベトナム戦争において電子妨害を行っていた EB-66 の性能が陳腐化し1972年にアメリカ海軍が EA-6B プラウラーをベトナムに投入すると 空軍の新型電子戦機の開発を検討するようになった。当初は EA-6B の採用も考えられたが、能力的に不十分であるとされ、十分な機内容量と、高速性能及び速度を有する F-111A アードバークをもとに、電子戦機を開発することとされた。EF-111A の製造には、 ジェネラルダイナミクスとグラマンが名乗りを上げ、検討の結果、1974年12月にグラマン案が採用され、1975年1月に契約が結ばれた。42機が1985年までに EF-111A に回収され、総回収費用は約150億 US ドルであった。垂直尾翼のポッドに搭載されている案。 歩く -99EF-111A に搭載する電子妨害装置は EA-6B に搭載されていたものの改良型である案アア、歩く -99E を使用することとされたため、電子線機材に関する開発期間は短く、機体形状の変化による空力特性の研究に時間が費やされた。空気抵抗を抑えるため、電子機器やアンテナ類は、 爆弾層や胴体下部、垂直尾翼先端に収納しており、EA-6B のような主翼化の外部ポッドは使用していない。そのため、F-111A との外見上の相違は、腹部のカヌー型レドームと垂直尾翼先端のポッド程度である。また、電子機材の増加に伴い、発電能力も増強されている。電子機器や機体回収に伴う、 重量増加は4トン近くにも及んでいる。乗員は F-111A と同じ2名で、兵装システム士官の代わりに、電子システムを扱う、電子戦士官が登場する。コックピットのビッソ席が、A を席に改装されたことに伴い、副操縦装置も撤去されている。案、歩く -99E は e、EA-6B と、基本的な能力は変わらないが、 上員は、半分の2名であり、しかも、電子戦に潜入するのは1名である。高度な自動化が図られているとはいえ、この相違は、電子戦を全面的に、オールインワンで担わなければならない、海軍機と、そうせずとも良い空軍機との相違による。自衛用電子装備として、アン、アルク -137 やアン、オールル -62 が装備された。また、 同じ電子戦機とはいえ、EA-6B とは違い、AGM-88 ハームなどの対、レーダーミサイルは運用できず、自衛化機も許さない。EF-111A は、回収による飛行性能の低下は少なく、優秀な高速性能を保持していたため、運用形態として、遠距離からの電子妨害のほか、攻撃部隊と共に目標に接近しての、 電子妨害も行えることが考慮されていた。1981年、第390電子戦闘飛行隊に配備が開始された。EB-66 デストロイヤー隊撃後は空軍に唯一の電子戦機となり、初の実戦は1986年のリビア爆撃である。その後も1989年のパナマ進行や1991年の 湾岸戦争などで活躍した。1995年のボスにあヘるゼゴビナ空爆が最後の参戦となった。損失は湾岸戦争中の一機のみ。なお、湾岸戦争中に火器を一切装備していないにも、かかわらず、イラク空軍のミラージュ F1 を一機撃墜している。これはミラージュ F1 に追尾された EF-111A が、 地形追随モードによる超低空飛行で回避しようとした結果、ミラージュ F1 を地面に激突させたもので、マニューバーキルとして公式に撃墜と認定されている。1990年代には GPS 搭載を含む近代化回収が行われたものの、維持費がかさむため順次退役し、アリゾナ州のデビスモン山空軍基地にあるアマーグでモスボールされるなどした。 1998年には、すべての機体の運用を終了した。アメリカ空軍は EF-111A の後継機を開発していなかったため、現在、空軍には専用の電子戦機は存在しておらず、電子戦は海軍の EA-18 グラウラーに頼っている。なお、2008年時点では、国立アメリカ空軍博物館をはじめとして4機が、 展示保存されている。ありがとうございます。